リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレルのリントです。はい、本日はまあタイトルにもあります通り、リントさんちの子って飼いやすい子たちなんですか？という質問に答えていこうかなと思います。プラス、もう一個は、飼いやすい動物なんですか？って聞かれたこともあって、DM とかでね、なんですけれども、そちらに関しては、飼いやすい動物っていうのは私はいないと思っております。その子その子、その動物の生態によって、飼育のお手間の頻度っていうのは変わったりはすると思うんです。例えば餌の頻度がこれぐらい、一週間に一回の子もいれば、毎日の子もいるし、とか、あとは、お魚さんとかで言うと水槽のね、水の交換があったりだとか、っていうところで、もうその子その子で手間が変わりますので、飼いやすい、まあ、飼育の難易度の低い動物はいるかもしれないですけれども、飼いやすいっていう言い方の動物は私はいないと思ってます。飼育難易度の、低い動物に関しては、いつかお話できたらいいなとは思いますが、今回はお話ししないでおきます。基本的にはやっぱり、飼育難易度で動物を飼うよりは、自分で愛情を持って育てられる子を、選んで、で、その子を調べて、お迎えするっていう形がいいかなと思います。あとは、まあ、イベントとかでね、衝動買いしちゃったっていう場合も、結果としては同じだと思うんですよね。迎えた後に多分相当調べると思うんですよ。迎えるってことは相当可愛くて、その子を家族にしたいってなって、迎えてると思うんで、その後、多分相当調べると思うんで、衝動買いだろうが、なんだろうが、まあ、可愛いと思って、家族にしたいってなってから、お迎えしてると思うんで、家族にしたい、お迎え、そして調べるっていう形でみんなやってると思うんで、とにかく愛情を持って育てられるのであれば、衝動買いだろうと、その前からね、いっぱい調べて、で、いい子に出会って、お迎えするっていうのも、どちらも正しいことだと私は思います。そこの部分をね、やらないっていうことさえなければ、私はいいんじゃないかなと思います。はい。ちょっと話は逸れてしまいましたけれども、飼いやすい子っていうのは基本的にいないと思ってください。まず自分で愛情注げられるかっていうところが重要かと思います。はい。そして次、私のうちの子たちの飼育の難易度、飼育簡単なんですかっていう話なんですけど、まあ、これも結論から言うと別に簡単ではないです。その子その子によって、やっぱりこう人慣れしてるしてない、あとは性格っていうのも出てくるので、なんていうのかな。そこの部分で違いというのは生まれてきます。はい。で、私は、うちにいる子は、私が家族にしたいと思っている子が家族になっているので、私なりにたくさん調べて、私なりの飼育というのをやってます。で、まず、フクロモモンガちゃんから見ていこうか。フクロモモンガちゃんに関しての飼育の難易度でいくと、結構難易度高いと思います。やること多いですもん。まあ、基本的にケージ自体は私、これ手作りのケージですけれども、まあ、ケージ作りをしたりだとか、温度の管理。で、あとは、まあ、ご飯の様子っていうのも見ますよね。どれぐらいちゃんと食べているかっていうところですね。で、基本的にご飯も毎日入れてあげる形ですね。まあ、餌の入れ方によっては2日に1回とかでも、いい状況が生まれるようにはしてますけれども、私ちょっといっぱいいるんで、ズボラにしがちな時もあるんですけれども、餌の容器をちゃんと見て、2日に1回ぐらいで、まあ、餌容器洗ったりだとか、なんなりって感じですね。なんで、二日に一回は餌の入れ替えだとか、そういうのは絶対あると思っていただくといいかなと思います。あとは、この子たち、結構触ったりしてあげないと、人慣れっていうのはしていかないと思います。簡単に人慣れはしないです。まあ、ベビーで売られてたりして、人慣れも結構した状態っていう子もいると思うんですけど、やっぱり人慣れしてるしてないっていうのは、やっぱり常時そう触ってあげられるかとか、コミュニケーション取れるかっていうところが重要になってくるかなと思います。で、あとはこの子たちどうしてもね、見えてない時にガサガサ音が聞こえると
事故事故起こりやすいです。まあ、恐怖を感じるんでしょうね。人間もそうでしょう。布団に潜ってていきなりバサッてやられたらそれは怖いじゃないですか。で誰ですかみたいになるので怖いと思うんですけども、それはまあフクロモモンガちゃんたちも同じですね。ポーチの外側から急に触ると結構怒ります。なのでそういう部分をね、怖いって思う人もいると思うんで、それ怖いって思っちゃうと飼育の難易度自体がグッと上がるので、もう怖いっていうねトラウマじゃないですか。そういう印象ついちゃうとねあれなんで、うちの子たちはね結構ポーチ外側から触ると怒ります。そういう性格の子の方が多い。でもポーチをちょっとこう開いてこの中見てあげると目が合う状態だと怒らないです。あ、なんだ君かってなるんです。で結構知能が高いのでこの子たちは覚えてくれたりします、そういうことをね。ただ急にガバっていったらそれは怒りますよ。犬だって猫だってね、急に後ろからガバって掴まれたら怒るじゃないですか。それと一緒です。あとは、まあ、その子その子の性格を把握しながら私はケージ作りとかもしてて、そのケージ作りの部分で難易度が上がることも全然あります。脱走癖のある子とかもいるわけですよ。ケージをぶっ壊そうとする子はね。なんでそのケージをぶっ壊そうとする子たちに関してはぶっ壊されないように、なんていうのかな、おもちゃをこうやって増やしてあげたりとか。うちのここの春くんはですね、脱走癖があってですね、ケージのどっかをこうガミガミするのが多かったんですよ。あとこの辺をね思いっきり噛みながらぐっと引っ張って出てこようとしたり、今なんでこの強めの結束バンドでここ止めてるのでもう脱走はなくなったんですけれども、まあ、そういう風な面を見てあげたりだとか、あとは、なんだろうな、結構引っ込み思案な子、うららちゃんは今引っ込み思案な子なんですけれども、その子の場合は、マシュマロとかご飯のあげ方っていうところでちょっと気を使ってあげたりだとか、ですね。あとは、日々、お散歩させてあげたりっていう部分もあります。人間と触れ合うことで、引っ込み思案を解消してあげようとしたりしてます。あとはまあ噛み癖のある子とかも出てくるので、すると触れなくなっちゃう人もいると思うんですよ。噛まれるの怖いなっていうので、それとまあ触れなくなるとね、触らないイコールコミュニケーションが取れない、取りにくいか、取れなくはないので取りにくいっていう状態になるので、するとやっぱりね、飼育の難易度それでもグッと上がりますよね。ケージから出られちゃうと困るし、外に出た時にね、あっち行ったらこっち行ったりってされたら困るなっていうことが生まれてくれば、それもまあ飼育の難易度としてというかストレスがね、飼い主さんに与えられるところなので、ストレス溜まっちゃうとやっぱり飼育なんかやだなって思っちゃう人もいると思うので、まあそういう感じでね、いいコミュニケーションを取りながら、飼い主さんも幸せ、そしてフクロモモちゃんも幸せっていう状態をね作ってあげるといいんじゃないかなと思います。なので、なんかそういう、ね、その子たちの性格っていうのもあるし、まあ、基本的にね、フクロモモンガ、臆病な子が多いので、威嚇はどうしても、完全になくなるってことはほとんどないんじゃないかなと。まあ、めちゃめちゃ慣れちゃって、じこじこ言わない子も全然いるけど、うちの子たちは、やっぱりこう、なんだろうな、影からの攻撃というかね、と認識された場合にはじこじこ言いますね。顔見えてれば安心してくれます。なのでね、ポーチの使い方もその子で変えてあげた方がいいとは思ってます。ああいう風に口の大きいポーチだと上が見えるんで、あ、なんだ君かってなるのでチコチコなくなったりするんですけど、口が小さい、うちのうららちゃんが気に入ってるこういうポーチとかだと、ちゃんとその外が見えるような状態で触ってあげないといきなり来ると怒ります。だからその辺はやっぱりその子を見てあげながら、まあ、でもポーチはね、今気に入ってくれてるので、私はポーチを使ってあげたいんですけれども、っていうところですね。だからその子の性格に合わせてっていうのが、うちのフクロモモンガが特に多い。かな、だから難易度的には、あれですね。で、ただ普通にただ、鑑賞用として飼うんであれば、飼育の難易度は低いかもしれないです。コミュニケーションそんな取らなくて、まず見れたらいいや、ぐらいな感じでいけば、外に出るっていうことを覚えないと思うので、この子たちが。私は外に出して一緒に遊んで、
押し入れ散歩っていうのをね私はしてて、押し入れに散歩ゾーン作ってるんですけど、こんな感じで、あのなのでその触れ合いをあのしないっていう考えでいくと、まあ、ご飯の取り替え入れ替えと、あとはまあたまにマシュマロじゃないですけど、そういう果物とかねあげてあげたりっていうところですね。でまあいけるかなと、あとは温度管理はしっかりしないとかなっていうところですね。温度としては多分というか、私は25度から30、高くてもね32度ぐらいかな。マックスは35度まで OK だったりをするんですけど、ただマックス35に関しては多分ベビーちゃんですね。あの、自分で体温の調整が難しいので、あの、小さい頃って。まあでもマックス35度で使ったとしても、おそらく本当に体調を崩した時に保温するレベルかなと思います。はい。温度としては私としては25度から30度の間を、まあ、キープできるようにしております。はい。温度としてはそうでしょ？で、ご飯としては毎日入れ替えたりとかっていうところ。まあ、あとはもうコミュニケーションの仕方はその人その人次第なんで、まあ、観賞用っていうところでいけば、手間自体はぐぐっと下がるかなというところです。ただね、やっぱ触れ合いたくなると思います。なので、やっぱりその子のね、様子とか、その子の性格っていうのを見てあげるといいと思います。ちょっと長々と袋モモンガの話しちゃいましたけど、袋モモンガはうち一番あの割合としては多いので、あの全部で5匹いるので、あのちょっと袋モモンガの話を先メインでお話しいたしました。次にセーブシシバナヘビ行きましょうか。はい、セーブシシバナヘビのサナちゃんね、うちの子。はい、この子に関しては飼育の難易度自体は低いと思います。まあ、基本的に温度の管理、パネルヒーターだけで多分いいと思います、私は。パネルヒーターの管理で、この中の温度がおおよそ今ね、27とか、ちょっとあったかいぐらいにしてます。ただ、パネルヒーター半分で、半分その、冷たい部分って、冷たいというか冷えている部分もつけてあげるって感じですね。あとは、まあ、ケースとかは、脱走のしにくいケースを選んであげてください。私はこれでも脱走されそうになって、今ここクリップで止めてますけど、ここをね。あの、ここね、今クリップついてるから開かないんだけど、これクリップ取るか。よいしょ。結構簡単にこういう感じで開くんですけど、ここの下のこの割れ目の部分に力を入れられると取れます。取られそうになりました。蓋をねするとヒビちゃんってね結構筋肉があるから、そのままスルスルスルって いけてしまいます。でまあこの子に関しての餌の頻度でいくと今週2ですね。ただ餌の頻度は週2ですけど、食べてる餌がマウスなので、マウス自体を見ることができるかどうかっていうその難易度はあるかと思います。あのちっちゃいネズミなんでね、ちっちゃいネズミピンクマウスなので、それを飼い主さんが与えるの無理ってなったら多分飼えないです、ね、そういう難易度はあるかなと思います。あとはうちの子はすごいペタ慣れな子で、手の上で全然遊んでくれるんですけども、この子の威嚇っていうのを見たことがほぼないんですよね。あったかな、ない気がするな、ほぼっていうか威嚇を見たことがない気がする。ただ威嚇する性格の子もいます。最初からも迎えるタイミングからも威嚇癖が強い子というか、怒りやすい子、するとあのシーっていうなんか音を出しながら顔をね膨らませるんですよ。でもうちの子はそれを見たことないかな。セーブシシバナヘビ威嚇とかでね YouTube で検索すると出てくると思います。なのでそういう威嚇する子だと、餌あげるときに餌食べてくれなかったりとか、あとは餌じゃなくて指噛みついちゃったりだとかっていう子はいると思います。うちの子は幸いねペタナルちゃんなので、この子を多分すぐ出してハンドリングいけちゃうんですけども、よいしょ、ちょっと失礼ね、失礼ねってか失礼するよ、これ出ておいで、あ、出てくるね。はい、出てきました。ちょっと顔出して。ほら、いで。ほら、いで。
見ておいて。見て。ちょっとごめん、失礼するね。よいしょ。あ、嫌がった。まあ、シェルターに入ってると嫌がることもね、あるね。だから、こうやって、ちょっと体を出してあげてから、よいしょ。はい、ごめんね。はい。この子は全然余裕でこうやって触れる子。はい。でね、嫌がる子はもうこの触り方をするだけで、ちょっと待って、この、床材の中に入れました。嫌な子はね、もうこの時点で嫌がります、触るのも。この子はそういう面はほぼほぼないですね。はい、こんな感じで触れちゃいます。よし、帰りたいね。帰っていいよ。はい、ありがとうね、ご協力ありがとう。あの、日々触ってあげたりするっていうところでね、信頼関係を作っておくことによって、やっぱりヘビちゃん自体もね、触られるという行為に慣れてくれます。はい。まあ、難易度的には、干渉だけで言えば難易度は低いんじゃないかと思います。ただ、餌を食ってくれるかどうかっていう、その部分で、食ってくれないこととかもあるんですよ。拒食っていうのをするので、拒食された時にどうするかってところですね。あとは私は、この子にはちょっと結局やらなかったんですけれども、なんだろうな、マウス、私もちょっと苦手で、マウスから、人工飼料に切り替えをしたくて、人工飼料にマウスの体液をつけて、で、その匂いで食べさせようとしたことあるんですけど、食べてくれたんですけど、吐き戻しちゃったんですよね。っていうところとかもあって、結局やめましたけど、やっぱり人工飼料っていうのは、難しいですね、なかなか。人工飼料に、えずいちゃってる子っていうのも、世の中にはいるとは思うので、それはもう、うまくいった例だと思います。私はちょっとうまくいきませんでした。なかなか難しいですね、あれは。もう根気強くってところです。やることとしては、まあ、観賞用だけで言うなら、餌を週に2回、もしくは週に1回、太りすぎると暇でなくなるので、っていうところと、まあ、温度の管理、多少ね、高温のところに住んでいる子なので、パネルヒーターをちゃんと引いてあげたりだとか、あとはまあ、水辺を入れてあげたりっていう感じかな。って思います。で、干渉だけじゃなくて、こう、触れ合いたいなってなれば、さっきみたいに、こう、出して、手の上で遊ばせてあげてっていうところ。うちの子は慣れてるんでいいんですか？慣れてない子だと、もう手からもスル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 、あっち行ったりこっち行ったりっていうところ。あとは、まあ、その時のね、気分で嫌がることっていうのはあるので、さっき嫌がってたので、気分ちょっと良くなかったと思う。まあ、寝てたからね、起こされたから、なんだよーっていうところだったと思うんですけれども、気分いい状態だともう手の上でおとなしく全然してる子なので、この子は。うん。ただ、それはその時の気分次第っていうのも見てあげなきゃならないですし、その子その子のやっぱり性格っていうのは重要かなと思います。あとはまあ、荒い子の場合はね、頑張って触りながら、荒いその性格の部分っていうのを消してあげるっていうのが重要かと思います。まあ、なので、難易度としてはそんな感じです。はい、温度管理、あと餌のあげ方っていうところですかね。じゃあ次、ここのコケリウム行きましょうか。ここはね、沖縄シリケンイモリとエゾサンショウウオが中に入ってます。あそこにサンショウウオがいるね。で、その下の方に沖縄シリケンイモリがいますね。ちょっと水槽が汚れてるね。もうそろそろ掃除をしなきゃ。上にはレオパ用の餌が入れてありますけれども。で、この子たちは難易度高いと思います。個体によると思うんですけど、赤虫食べない子とかもいるし、ご飯問題が結構起きますね。はい。この間ちょっとあげてたんですけれども、うちのエゾサンショウがですね、赤虫食べてるような食べてないようなっていう状態で、痩せ細ってきてるのもあって、今、人工給餌という形で、人工給餌というか強制給餌かという形で、強制的にお口を開けて、そこに今キャットというね、熱帯魚、肉食魚用の餌を2粒ぐらいあげて、人工的にもう強制的に
ご飯を食べさせてますとか、イモリの方は幸いあのアカムシを結構食べてくれる子なのでなんとかなってるんですけれども、あの子たちももし食べないってなったら、そういう風に強制的に食べさせて体調管理っていうのは私の方でしていかないとっていうところですね。痩せ細ることが多いです。まあ、拒食に近いかもしれないですね。そこは特に気をつけてあげなきゃいけない部分かと思います。で、あとはそういう風に餌をあげながらっていうところもそうなんですけど、温度管理もですね、温度管理のために私はこのワインセラーを用意してるんですけれども、沖縄シーケイモリに関してはちょっと高温になっても大丈夫です。まあ沖縄って言われてるぐらいなんで、沖縄に住んでるので、あの沖縄の気温でもいけるんですけども、ただ沖縄の高温の気温では死んでしまうと思います。多分ね、ちょっと見てないんでわかんないんですけど、ただうちにこの子たち来てエゾサンショウと同じ環境下で今育ててるんですよ。14度ですね、なんですけど元気なんですよ沖縄シリケンイモリたちが。すっごくで、わかんないです、これはうちの子がっていうことなのかもしれないですけども、あんまり高温に強くないんじゃないかなと思います。まあイモリとか、まあ、多分沖縄シリケンイモリって野生下でいる場合ってこうちょっとあの標高の高い山のこうゆったりとした水辺にいると思うんですよね。なんで多分水自体も冷たいんだと思うんですよね。でそういうところにいるから多分暑いのは苦手なんじゃないかなと私はちょっと思ってます。はい、っていうところで温度管理が結構大変だったりはするかなと。あの山椒に関してでいけば、山椒は20度超えて20から25度ぐらいになるとすごくバテます。で死にそうにな、なんか顔してることがあるかなと思います。一回だけね、まだこのワインセラーを実装してない時に起きてすごいこう熱そうにしてたことがあるので、高温にかなり弱いです。まあのエゾサンショウに関しては本当北海道のね、あの標高の高い山のこうゆったりとしたあの水辺にいて、でしかもすっごい涼しいところなんで、そういうところってなんで、あの結構飼育難易度は高いと思います。で餌に関してもさっき言った通り食べてくれないっていうこともあるしっていうところですね。あとはあのケージ、これちゃんとここ マグネットで止まるタイプのね、あのワインセラーなんで特に問題は今ないんですけども、あの本当にちょっとの隙間から脱走します。はい、こいつらはびっくりするぐらい脱走します。あとあの壁は余裕で登ります。あのこういうガラス面も全然登ります、イモリたちはね。なんであのたまにこのガラス面のここにピタってくっついてることとか全然余裕でありますね。はい、なので脱走に関してもちゃんと気をつけなきゃならないし、なんで蓋のちょっと甘いあのケージとかだと、あとプラケースとかだと下手したら出ます。プラケースの隙間からやられますねっていうところで飼育難易度高いかなと思います。あとこの子たちに関しては触るということはないですね。あの多分人間の手のひらの温度の方が高いんで、この子たちはまあなんだろう、低温やけどじゃないけどそんな感じになっちゃうと思います。人間あの大体36度ぐらいはあると思うので、あの手のひらの温度でも多分34度とか35度ぐらいはあるんじゃないですかね。なのでそれとやっぱり天をやけどじゃないですけどそんな感じになると思うので、そもそも触れ合いはしないです。はい、そんな感じの飼育の難易度。じゃあ次がレオパ。はい、レオパもね、飼育の難易度私は高いと思ってます。あのまあ問題はね、餌です。基本的にこの子たちも餌です。拒食があるので、あとはあのうちはレオパゲルっていう人工飼料に慣れてくれましたけど、人工飼料を食べない子は全然います。生き餌しか食べないっていう子はもう本当に余裕でいます。なのでその生き餌を与えなきゃならなくなってしまったタイミングで飼い主さんが与えられるかっていうところで難易度が変わります。私はあの多分生き餌全然あげれるんで、私は多分っていうかあげれたんで、最初もともとコオロギを買ってきてコオロギを与えてました。あとミルワームかな。ただミルワームに関してはリンが多いんで、あのカルシウム不足に陥りやすいんですよ。でカルシウムパウダーとかかけてちゃんと与えたりするんですけれども、あのこの子たちってやっぱりカルシウム不足を起こしやすいんですよ。あのレオパとか、まあ
トカゲというか爬虫類はメインですかね、そのカルシウム不足に陥りやすいっていうのは。でなおかつその状態でミルワームばっかりあげてると、ミルワームはそもそもがあのリンの成分が多くてカルシウムの吸収をあの阻止してしまうんですよね、あのそのリンの成分がね。だからあんまりあげないんですけども、あの結構ねミルワームの食いつきが良かったりします。この子たちって美味しいんだろうね、この子たちにしたらね。あとあのうねうね動いてるのが美味しそうに見えるんだろうね。でカルシウムパウダーかけてもね、カルシウムパウダー足りねえんじゃねえかなっていうぐらいミルワームのリン成分が多いんで、ちょっと何とも言えないところ。なのであのカルシウムとかをちゃんと含まれた状態で売られてるあの乾燥した水あぶとかをあのおやつ代わりにあげてカルシウムの補給にしたりだとか、ちゃんと、まあ、カルシウム剤かけてコオロギあげたりとかの方がいいと思います。まだコオロギの方があの栄養的にはいいので、ミルワームよりはね絶対いいと思います。ただコオロギはね、あの私繁殖頑張ってみましたけど、コオロギの繁殖結構むずいね。共食いはするわ、温度管理大事だわ、気づいたら温度管理ちょっと失敗してたら死んでるわとかっていうことが起きました。あの押し入れで飼ってたんですけども、なかなかね増え続けませんでした。私は苦戦しましたね。ただそのコオロギあげながらレオパゲルをうまくあげるようにして、でレオパゲルを最初ねあの注射器というかシリンジでちょこちょこあげてて、シリンジどこ行った、シリンジどっか行っちゃった、あれシリンジあったはずなんだけど、シリンジ消えて、あったあったあった、シリンジってこれね、まあ、注射器の針ないやつです。これにあのレオパゲルを入れて、こっからピューって出して、あのミルワームとかみたいなあのひょろ長い状態をたくさん作ってあげたんですよね。でそれであげたら食べました、はい、そういうあの苦労をしながら飼っておりました。なのでこの子たちもそういう風な形で人工飼料をね頑張って食べてもらっているっていう状態で、人工飼料に一度慣れてもらうと結構食べてくれます。ただ拒食っていうのはあるので、1週間に1回この子たちに今ご飯あげてるんですけど、食べない週っていうのはありますね。なので食べない週に関しては次の日もトライしたり、その次の日もトライしたりっていう形でそのレオパゲルをあげたりします。すると食べてくれて、まあ、ただ単にお腹空いてなかっただけっていうことは大きいかなと思います。レオパに関してご飯問題が一番大きいんじゃないですかね。まあそもそもコオロギだけであの育ててくっていうのでもいいと思うんですけど、コオロギを家でね自家繁殖させてないとかってなると、もしくは冷凍のコオロギを買うだとかっていうところなんですけど、まあ、コオロギが切れてしまった時にね大変だとは思います。まあレオパゲルが切れた時も大変だとは思うけど、人工飼料で慣れさせたりとか、生き餌がとか、冷凍のコオロギがとかっていういろんな餌問題はあると思うので、そこはちゃんと見てあげないとってところですね。あとはカルシウム問題ですね。ちゃんとカルシウムパウダーあげてっていうところですね。で、お世話自体の手間はあんまりないですね。1週間に1回ぐらいでそのケージの掃除するの。シェルターとか床材とか丸洗いして、ちょっと乾かしてすぐ戻してって感じですね。あとはまあ水入ってるかどうか見たりとかですね。あとは脱皮不全を気にしなきゃならないかな、この子に関しては。ヘビちゃんに関してもそうだね、脱皮不全はあるかもしれない。脱皮不全した時に、その脱皮のね、残ったところをちゃんと処理できるかっていうところは重要かと思います。特にね、レオパの場合は自分で脱皮して、脱皮した皮食べちゃうんですけども、その脱皮の時に、四肢、指に残った脱皮側っていうのが乾燥しちゃうと大変なので、そこは気をつけてあげないとかなと思います。まあ、餌と脱皮問題かな、レオパに関しては。はい。なので、そういうふうに手間はあります。で、次に、サバンナモニター。サバンナモニターも飼育難易度としては結構高いと思います。まず、飼育難易度としては、ケージが結構大きくないと困ります、ゆくゆくは。
最初はねちっちゃいんで本当にレオパのあの入ってるケースぐらいで買えたりするんですけど、あの大きくなってくるので私は最初からこれぐらいのケージにはしてます。ただこれでもあの子がより大きくなってきた時にはこのケージじゃ狭いと思います。なので増築とかも全然考えてます。増築の話はなんかこの間したような気がする。あの他の動画を見ていただくと幸いです。はい。で、まあ、そこだし、あとバスキングの管理と温度管理だよね。バスキングスポットに関してはおよそ35度ぐらいになるようにします。ここがね、これバスキングスポット、これバスキングライトね。これは UV も出るし、バスキングとしても使えるあのライト、なんだっけ、あの名前忘れちゃった、はいそれを置いてます。なので1個で両方出せるやつね。赤外線か、赤外線、紫外線、紫外線かな、うん、あのが出せるようになってます。両方ともです。はい。バスキング兼 UV か、うん、の両方ともいけるやつね。はい、っていうところと、あとはまあパネルヒーター私は置いてるんですけども、あの結構お腹を温めてご飯を食べた後にあの消化をしたりする子なので、そういうところ気をつけたりだとか、今ちょっとおやつ代わりにあそこにあのあれ乾燥の水あぶを入れているんですけども、ご飯問題もありますね。人工飼料に慣れてくれる子もいれば人工飼料に慣れてくれない子もいて、それはもうみんなそうっていう話なんだけど、あのこの子もね人工飼料には今慣れてくれてる子なのであれですけれども、あとはそうね、あの干渉だけで言うならそれだけでいいです。ご飯とあとは温度管理だけ。だいたい一応あの上にもあのヒーティングトップっていうやつで上から温められるように、であそこの水辺の近くを少し暖かいような感じになるように、設置してるんですけれども、まあ温度管理の部分はより一層大事だよね。あのバスキングのライトがないところに関しては28度とかになるようにしてますね。はい。今考えてるのがこのバスキングのスポットのところのすぐ横にはこれパネルヒーターね、これ犬猫とかでも使うパネルヒーター置いてるんですけど、ここだけが結構今あったかい状態になってるから、パネルヒーター自体奥にあってもいいのかななんていろいろ考えたりしてます。まあ、ただ寒くなってきたら自分であったかいところに移動するタイプなので、この子たちってあんま気にしすぎなくてもいいのかな。今好きであそこの水容器の中にいますからね。そして水容器の中が好きみたいです。あとはもう触れ合うってなった時にはもう日々ハンドリングをしながら荒くないかどうかっていうところを気をつけてあげるってことですね。この子は大きくなるタイプなので、あんまりその放置してると、放置してね、あの関わりを持たないようにしていれば、まあ、噛んできたりした場合に何針か縫う怪我になりますからね。結構顎の力は強くなるので、大きくなればなるほど噛まれた時大変っていうところですね。あとは大きくなった時は脱走問題も出てくるんじゃないですかね。この間あのなんだっけ、ミゾオオトカゲかなんかだったかな、あのサルバトールモニターだったかな、脱走したっていう事件でね、あの網戸のところにくっついててみたいな事件も発生してますけれども、やっぱりちゃんとケージやっとかないと脱走する可能性っていうのは多分出てくるので、そこに関してはやっぱり気をつけなきゃならないところ。だからどの子も飼育難易度自体は低くはないのかなってところですね。この子で言うとまあそんな感じかな。あとはまあその子その子に合わせて私はケージのレイアウトをしてるんで、ケージのレイアウト作りがあんまり得意じゃない人に関してはもうそもそもケージ作るのめんどくせえなってなっちゃうと、あのそれも難易度高いよね。私は飼育のこの環境作りが好きだから、ケージ作りがね、あのいろんな環境になってるんだけど、あそこは桜だったり、こっち夏だったりとか、こっちはあのウッド調のね、あのちょっとおしゃれな感じにしてみたりとか、まあおしゃれほどおしゃれになってないんだけど、まあウッド調のものにしたりだとか、あそこはコケリウムって言ってね、コケ今育ててるんですか、あれ人工のものじゃないですからね、ちゃんとコケですからね、生きたコケ入ってますから、まあ少しだけ人工物のね、あの増加の部分もありますけども、基本苔が入ってるっていう状態なんで、苔育ててっていうところですね。
ですし、まあ、この子たちもそのケージのレイアウトでこの子はこういう遊びが好きだからって言った、まあそれこそそこのキョロメちゃんのところはあの子カラカラ回すの好きだからカラカラ入れてたりだとか、でこっちの子に関してはもう噛み癖がすごいひどいんですよ。あの物を噛んで遊ぶのが好きな子なので、あのおもちゃでたくさん増やしたりだとか、であの子に関しては、まあ、ここはあのシンメトリーのケージの作り方にしてますけども、こっちはねぶら下がって遊ぶのが好きなんでぶら下がれるものをちょっと多めに上から垂らしてあげてっていうところですね、はい、でこっちの子に関してで言うならば、あのこっちもちょっと噛み癖と脱走癖があるので、あのそういう部分をなくしたっていうところですね。なんでその子その子によってやっぱりケージ作りもあるので、飼育の難易度自体はどの子も全然簡単じゃないかなというところでございます。はい、うちの子たちで言うとこんな感じでございます。この動画が何かの参考になったり、皆さんの飼育のね今後の何かのひらめきにつながればいいなと思います。一概にうちの飼育の方法が正しいっていうことはないとは思うんですけれども、飼育の仕方は人それぞれやり方っていうのはあると思うので、自分ちの子に合ったやり方を皆さんやってみてはいかがでしょうか。はい、というところでございます。ちょっと長々とお話しいたしましたけれども、うちの子の飼育の難易度関連のお話だったりは、飼いやすい動物の話というのはそんな感じになります。はい。まあ、今後、実際にね、お世話している動画だとかっていうのは、たくさん出てくるとは思うんですけれども、ぜひともそちらも参考にしながら、こういう風に飼うこともできるんだっていうのを見ていただければ幸いです。はい。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また各種 SNS、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、そちらもよかったら見てみてください。そして、過去にたくさん動画上がっておりますので、そちらの動画も見ていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。